日頃の学習の成果を見てもらおうと、鹿嶋市の高校で食品調理を学ぶ生徒たちが松花堂弁当や中華料理を作り、保護者などに提供したり接客したりする高校生レストランが開かれました。1名様ご来店です。2番席にご案内お願いします。いらっしゃいませ。鹿嶋高校の高校生レストランは、保護者や学校関係者などに食品調理科の日頃の学習成果を披露する場として2014年から開かれています。1年生は接客、2年生が松花堂弁当とうどん、3年生はチャーハンなど中華料理を担当しました。今年は3年ぶりに保護者も参加しての開催となり、料理の提供だけでなくメニューの説明を受けるなど、生徒らの活動を間近に感じていました。練習がとても大変で、先生からいろいろ厳しい言葉などを言われて、いろいろ訂正して本番おいしいチャーハンを作れるようになりました。一番はお客様が食べられているのを見て、笑顔だったりうなずいているのを見て、とても嬉しいなと思いました。このほか校内では商業化マルシェも行われ、商業家がこれまでに開発した柚子を使った菓子などが販売され、販売実習担当の3年生が接客や袋詰めを体験しました。